おれき宝太郎殿、私は今ベナレスにいます。宝太郎、ここはすごい町よ。葬式の町、至る所でひっきりなしに葬式をしてる。何でもここで死ぬと必ず天国へ行けるらしいのね。輪廻から外れられるって。ちょっと遅れたけど高校合格おめでとう。神山高校だってね。面白みのない選択。無事高校生になったあんたに姉として一つアドバイスをしてあげる。古典部に入りなさい。高校生活といえばバラ色、バラ色といえば高校生活。甲子園に乗る日も遠くはあるまい。さりとてそれは全ての高校生がバラ色を望むということを意味しているわけではない。勉学にもスポーツにも色恋沙汰にも、とにかくありとあらゆる活力に興味を示さない人間だっているはず。いわゆる灰色を好む高校生ってやつだな。あ、そう思わないか。宝太郎に自虐趣味があったとはね。自虐趣味？勉学にもスポーツにも、それからなんだっけ、恋愛か。それら全てに後ろ向き、常に暗い灰色の人間。それって宝太郎のことだろう。別に後ろ向きなわけじゃない。俺はただ単に面倒で浪費としか思えないから興味が持てないだけだ。そうだな、省エネなんだよね宝太郎は。まあでもさ、これといった趣味もなく、この多彩な部活動の殿堂神山高校で何の部活にも入らない宝太郎は、結果だけ見れば灰色そのものだよ。そういうお前は部活に入ろうとしすぎだ。そうかい。月曜は手芸部、火曜は囲碁部の見学行って、木曜が水墨画部、金曜はおまじない同好会行く予定。まあ宝太郎なんて毎日やることないだろうがね。無礼だな。まさかそれが入部届。宝太郎が部活だって。古典部。ベナレスから送ってきた。今はインドにいるらしい。俺の姉貴は古典部出身だ。その古典部は3年連続で部員ゼロ。今年入部者がいなければ自動的に消滅するんだとさ。宝太郎、お姉さんの指令じゃ断れないね。姉貴の思い出を守る義理なんか俺にはない。だがオレキ巴だけには逆らえない。姉の特技は合気道と逮捕術。逆鱗に触れるのはまずい。エネルギー消費の大きい生き方に敬礼。俺は決して
省エネが一番優れていると思っているわけではない。活力ある連中をバカになどはしていない。ただ俺が自分の心情を固く守っていることは間違いない。すなわちやらなくてもいいことならやらない、やらなければいけないことは手短に。遠い神山高校再辺境の地、この移動距離こそ浪費だ。こんにちは、オレキさん。誰？チタンダ L です。わかりませんか？チタンダ、すまない、全然わからないんだが。オレキ宝太郎さんですよね、1年 B 組の。私1年 A 組なんです。クラスが違うのにわかるはず。待て、 A 組選択科目か。もしかして音楽の授業が一緒だったか。はい。まだ1回しかやってない授業だぞ。こいつどんな記憶力だ。オレキさんも古典部だったんですね。え？も？はい、私も古典部に入ったのでご挨拶に伺ったんです。しまった、この子が古典部に入部したのなら姉貴の指令はとっくに遂行されていた。俺がここに来る必要など毛頭なかったのだ。なんでまた古典部なんかに。心情の都合がありまして。しかもはぐらかされた。顔合わせは済んだから俺は帰る。部活はしないんですか？戸締まり頼む。ちょっと待ってください。なんだ。私鍵なんて持っていません。ああそっか、鍵は俺が借りてきたんだった。どうしてオレキさんはこの鍵を。それはお前、鍵がなきゃこの部室に入れないからだ。そういえばお前、あ、失礼、チタンダさんはどうやってこの部室に入れたんだ。私がここへ来た時部室の鍵は開いていました。俺が来た時は閉まってたけどな。ということは私閉じ込められてたってことですね。は？どうしてでしょう。鍵はお前
あ、失礼。チタンナさんがかけたんだろ、内側から。違います。お前が忘れたか、なんかの勘違いだ。違います。どうしてでしょう。知らん。内側からは鍵はかけられないよ。サトシ、お前帰ったんじゃなかったのか。宝太郎が無事入部できたか気になってさ。これ見て。え？紙工は内側から鍵の開け閉めはできないようになってる。生徒が立てこもって怪しげなことをしないようにね。なんでそんなこと知ってる。先週暇でちょっとした実験をしようと思ったんだけど、忍び込むことができてもさ、内側からロックできる教室がなくて困ってね。いいか、お前のやろうとしたことが学校側がご遠慮願ってる怪しげなことだぞ。そうだったのか。もういい、とにかく何かの間違いだろ。俺は帰る。私、気になります。私、なぜ閉じ込められてたんでしょう。考えてください。なんで俺が。ああ、面白そうだね。宝太郎は動くのが面倒で、まず考えるネガティブなやつだから、きっと答えを出すよ。お願いします。そんなこんなで俺は考えてみた。チタンダがこの部屋に入るときには扉のロックは開いていた。そして俺がここに来た時にはそこは確かに閉まっていたのだ。内側からロックをかけることはできないが、それが意識的にではなく無意識のうちに行われたなら、つまりチタンダが入室するときには扉は半ロック状態で、入室後にスプリングの作用でオートロックのように鍵がかかってしまった。それは無理だよ宝太郎。紙工の扉はロックが半端な状態だと鍵が抜けないようになってる。本当に詳しいなお前は。となればやはり誰かが鍵をかけたか。おい、この部室に入ったのいつ頃だ。オレキさんが来る3分ほど前です。短すぎる。誰かがその鍵を職員室で借りて戻って、俺が借りるには間に合わない。なんだ。オレキさんがかけたのでは。あのな、だいたいこのオレキさんという方は信用に値するんでしょうか。まあ信用できるかどうかは分かんないけどね。おい、これから開ける扉をなぜ一回閉める必要があるんだ。それにだ、俺にお前を閉じ込める趣味はない。ダメだダメだ。何か手がかりはないのか。手がかり。何か気になることなかった。そういえば、さっきから足元でガタゴト音がします。
あ、宝太郎分かったね。シーンの再現だ。多分目の前で見れるぞ。どういうことですか？使われたのは貸し出し用の鍵じゃなく、おそらくマスターキーだ。つまり生徒たちが使えない鍵。3階の床から音がするってどうしてだと思う？え？そうか、2階の天井をいじってたのか。放課後の教室で天井を構う人間、それは彼がしたことは、教室の鍵を開け、火災探知機の点検をし、次の教室を開け、点検をし、同じ手順を繰り返した。偶然悪いタイミングで入り込んだ生徒がいても気づかずに。作業を終えると3階全ての教室の鍵を順々に閉めていった。すごい、オレキさんすごいですね。一旦考え出せば案外頼りになるやつでしょ、宝太郎は。まあ室内にいながらどうしてチタンダさんがその六甲に気づかなかったのかは不明だが、それは説明できます。あれを見てたんです。あれ、どうしてあそこだけ古い建物が残ってるのか気になって。確かにズバ抜けて古いな。なんだろうね、閣議場かな。あ、ところで挨拶まだだったね。僕は福部聡。無用な知識だけ豊富な SSE 人だ。優秀なデータベースと言ってくれよ。君は？チタンダ L です。チタンダ？チタンダってあのチタンダさんですか？知ってるのか？宝太郎、チタンダ家の名前を聞いたことがないのかい。神山市に旧家や名家は少なくないけれど、その筋では有名だよ、豪農チタンダ家って。しかもその娘は成績優秀、容姿端麗。中学時代の県内模試の成績最優秀者だったって噂を聞いたもんだよ。ほう。そんな、たまたまです。チタンダさんが古典部に入ったとはね。 あの、福部さんも一緒にどうですか、古典部。ああ、面白そうだ。入るよ。福部さんは古典部に入って何かやりたいことありますか？みんなで自転車に乗って奥の細道を巡る。姉貴よ、満足か。姉貴の青春の古典部は無事存続が決まった。めでたく、俺はお役御免だな。あ、まずは部長を決めなきゃですね。オレキさん、どうですか？無理無理、宝太郎にはチタンダさんしかいないよ、その手のことは。わかりました、では私が部長を務めさせていただきます。そういえば宝太郎、入部届は？え？
部長の私がお預かりします。では改めてよろしくお願いしますね、オレキさん。嫌な予感がしてきた。名誉ある御殿部が再生した。といっても地学準備室の部室は部室とは名ばかりで、特にこれといった設備もない。段ボールを積んだ上にベニヤ板を置いた即席テーブルが部屋の中心にあるだけ。それに何より。やることがない。不毛です。1年に2回植えるやつか。それは二毛作です。同じ作物を植えると二期作と呼ばれます。さすが農家の娘。褒めていただくほどのことでは。そうじゃなくてですね。なんだ。部活動ですから活動をしなければいけません。活動ね。はい。大体古典部って何の活動をするものなんだ。知りません。先輩もいませんし、普段何をしていた部活動だったのか。上等だ。やらなくてもいいことならやらない、やらなければいけないことは。私決めました。10月の文化祭に文集を出します。は？チャオ福部さん。たった今オレキさんと話し合って文化祭で文集を作ることになりました。文化祭か。はい。上高の文化祭はこの辺では一番盛況だしね。伝統的に模擬店とかは禁止されてるみたいだし、文集はありかもね。古典部には30年以上の歴史があるそうです。きっと過去にも文集が制作されたことがあるはず。まずはバックナンバーを手に入れてください。オレキさん。いや、ちょっと。ナンバーは。あれ、オレキじゃない。おう、イバラ、久しぶり。会いたくなかったわ。この方は。イバラ、マヤカ、俺やサトシと同じ中学の出身だ。この毒舌で何人もの男どもを即死させてきた。ここは教養の聖域よ。オレキは即刻出て行きなさい。相変わらず仲がいいね。目指せ神子ベストカップルって。福ちゃん、こんな陰気な男、ナメクジの方がまだマシよ。だいたい福ちゃん、私の気持ち知っててよくそんな冗談言えるわね。ごめんよマヤカ、また傷つけてしまったかい。またそうやってはぐらかすんだから。イバラは中学の時からサトシに惚れてるんだ。まあ。あ、マヤカ、ここに古典部の文集ってあるかい。文集？文化祭で文集を作ろうと思うんです。貝屋祭に出すの？何祭？貝屋祭、上高文化祭の俗称よ、みんな言ってる。あー、あれか。神山高校文化祭が神山文化祭になって貝山祭になって貝屋祭になったようなやつかな。知らないけど。文集は書庫を探せばあるかもな。でも司書の糸魚川先生があいにく会議中でね。30分ぐらいしたら戻ってくると思う。待つ？しばらく待とうかね。わあ、綺麗な本。それね、おかしな本なの。なんでですか？その本、私が図書当番で来るこの金曜日に毎週貸し出されるの。これで5週連続。へえ、人気なんですね。これがそう見える？これを
をドカーしようというやつが毎週いるとは思えないな、うん、しかもね、うちの図書館の貸し出し期限は2週なの。毎週借りる必要ないのよ。毎週違う人が借りてる。女子ばっかりだ。それだけじゃない、毎週金曜日に返却されてるの。え、貸し出し日と返却日が一緒。町田京子は今日この本を借りて今日この本を返したのよ。鈴木よしえも山口涼子も同じ、金曜日に借りて金曜日に返した。しかも5週連続でみんな。なんだそれ、読む時間もないだろうに。私気になります。どうしてだと思います、オレキさん。あれ、師匠の先生も待たなきゃだし、宝太郎考えてよ。オレキって頭良かったっけ。いや、そんなに。こういう役に立たないことだけ役に立つんだ、うん、お前ら言いたい放題だな。俺は考えてみた。毎週別の人間がこの本を借りてその日のうちに返すという行為が偶然5週連続で発生したとしても、それはありえないことではない。が、俺はそこまで偶然の神を信じていないし、第一、それではチタンダは納得しない。大事なのは真実じゃない、チタンダが納得することだ。視点を変えよう。毎週別の人間が同じ本を借りているのはどういうわけか。借りていたのは皆女子。考えられるのは2つ。1つは彼女らに共通点はない。ただ金曜日の午後にこの本を借りることが流行っていた。今月のラッキーアイテムは学校誌。金曜日の午後に借りてその日のうちに返すと彼氏とうまくいくかもだってバカバカしい。2つ目、彼女らに共通点がある場合、彼女らが結託してこの本を使用し当番制で順番に借りていっている場合だ。彼女らの共通点は全員2年生ということだ。だがクラスが違う。匂いがします。何の匂いだ。刺激臭です。シンナーのような。あ、宝太郎分かったね。教えてください。行けば分かる。行きましょう。俺は行きたくない、遠い。どこよ、言いなさい。その本は読むために借りられたんじゃない、使うためだ。使う時間帯は金曜の午後、つまり金曜5限目か6限目、あるいはその両方にまたがって。あ、この匂い。借りた女子たちは皆2年生、学年が同じでクラスが別の生徒が関係する授業といえば、
の授業。選択科目か。5人の女子生徒はこのために借りてたのか。やるな、宝太郎。読みもしない本を持ち歩いたりしない。だから毎週その日に返してたのね。オレキにこんなことができるなんて。歴さんなら、もしかしたら。あ、新しい図書当番さん。よろしくね。先生、糸井川先生。糸井川先生。全部のオレキ宝太郎です。過去の文集を読もうとバックナンバーを探しているんですが。古典部。あなた古典部なの。文集を探してまして。そう、残念だけど文集のバックナンバーはここにはないわ。図書館にはないですけど、書庫にはあるかと。いえ、書庫にもありませんから。俺はチタンダに呼び出された。学校以外で会いたいという。お呼び立てしてすいません。いらっしゃいませ。ウインナーココア。かしこまりました。おかわりはいかがですか。大丈夫です。で、はい、何のためにここまで俺を呼び出したのかってことだ。ここまでって、この店を指定したのオレキさんです。帰る。ああ、待ってください。ごめんなさい、私ちょっと緊張してるんです。緊張。告白でもするつもりか。お待たせしました。もう一杯。かしこまりました。告白といえば告白かもしれません。私はオレキさんに頼みがあるんです。私には叔父がいました。母の弟で関谷純と言います。10年前に失踪して今も行方不明です。叔父は博識で、私のどんな質問にも必ず答えをくれる人でした。そのほとんどは覚えていませんが、オレキさんにお願いしたいのは、
私が叔父から何を聞いたのか思い出させてほしいということです。お前が何を言われたか俺に聞く？だと。はい。むちゃくちゃだ。お菓子のお願いだってことは分かっています。でも何を言われたのかどうしても思い出したい記憶があるんです。私はまだ幼稚園児でした。どういうきっかけだったのか、私は叔父が古典部だったことを知りました。大好きなお菓子のスコンブに似ていたので、私は古典部に興味を持ちました。叔父は私の家に住み込みで働いていて、よく私の面倒を見てくれていました。ある日私は古典部にまつわる何かについて叔父に尋ねました。いつも何でもすぐに教えてくれる叔父が、その時だけは返事を嫌がっていたように思います。散々ダダをこねたので、叔父もやっとその問いに答えてくれました。それを聞いた私は、お前は？泣きました。恐ろしかったのか悲しかったのか大泣きしました。驚いて母が飛んできて、よく覚えていません。ただ覚えているのは、叔父がそんな私をあやすこともなく、ただ私を見つめていたことです。それが私の記憶する叔父の最後の姿となりました。優しかった叔父がなぜあの時何もしてくれなかったのか。それがお前が古典部に入部した一身上の都合だったのか。私は織木さんが私の疑問に答えてくれるたびに、織木さんに叔父を重ねていたのかもしれません。ずうずうしいかもしれませんが、織木さんなら私を答えまで導いてくれる気がするんです。ことは気楽な知恵試しじゃない。チタンダという人間の大げさに言えば人生観に関わってくることだ。この省エネ主義の俺がそんな厄介ごと、俺には無理だ。私は叔父が死んでしまう前に思い出したいんです。死ぬ？7年前叔父の失踪届が出されました。7年間生死が不明な人間は法律的に死亡扱いが可能になります。関谷家では葬儀を営む予定です。叔父が私に伝えたかったことは何なのか知りたい。誰にでも頼めることではありません。どうかどうかお願いします。俺はお前に対して責任を取れない。だが話を心に留めておいて、ヒントになることを見かけたら必ず伝える。ありがとうございます、オレキさん。やらなくてもいいことならやらない。
ずっとそう決めてきたのに、俺の省エネ主義もその程度のものだったんだろうか。オレキ宝太郎殿、私は今イスタンブールにいます。ちょっと失敗しちゃって日本領事館にこもってるから街はまだ見られてないんだけどね。一体何をしたんだ。この度面白いわ。きっと10年後、私は今のこの毎日のことを絶対に後悔しない。宝太郎、あんたもそんな高校生活を送りなさい。古典部はどう？部員は増えた？一つアドバイス。文集作るならバックナンバーを読んで。何なんだ、オレキと思えばテレパスか。探すのは部室。使われていない薬品金庫があって、バックナンバーはその中。鍵は壊れてるからすぐ開くわ。じゃあ目大きいからな。そんなことないですよ。ちーちゃん、女子というものはちょっと目を離した隙にどこまで仲良くなるのだろう。俺の知らん間に漫画研究会のはずのイバラは古典部員になっていた。おはよう。ちーちゃんって輪郭から描くタイプなんだ。まだ見ないでください。おはよう。かわいい絵描くんだね。もう、茨原さん。ごめん。文集がこの部室にあるらしいぞ。気づいてくれた。オレキ、あんたお姉さんにもてあそばれてるんじゃ。そうといえばそうなんだが、いやまだ探してない場所があるぞ。そこまで。はい、あった。東大元暮らし、今までずっと探してたのにこんな近くにあったなんて。変な題名だな。すごい、この表紙の絵、犬とウサギ？なんか不気味。オレキさん、これです。なんだ。あの日、私はこれを見つけたんです。叔父にこれを見せて、
これは何かと聞いたんです。ジョ、今年もまた文化祭がやってきた。関谷先輩が去ってからもう1年になる。この1年で先輩は英雄から伝説になった。文化祭は今年も盛大に行われる。私はもう10年後誰がその英雄のことを覚えているだろうか。争いも犠牲も全ては時の彼方に流されていく。その方がいい。覚えていてはならない。あれは決して英雄譚ではなかったのだから。全ては主観性を失って歴史的遠近法の彼方で固定になっていく。郡山陽子、関谷先輩とはおそらく叔父のことです。33年前、叔父に何かがあった。あの日叔父が私に話してくれたことも御殿部に関することでした。叔父は私に何を答えてくれたんでしょう。33年前、一体叔父に何があったんでしょう。調べてみろよ。これは評価第2号となってる創刊号に書いてあるはずだ。簡単だ。覚えていちゃいけないって書いてあります。もし調べたら不幸なことになるかもしれません。忘れられた方がいい真実というものは存在すると思います。このまま一生思い出せなくてもいいのか。お前は思い出したいんだろう。私気になります。何よこれ、創刊号だけ抜けてるじゃない。全てを記したはずの創刊号が見つからなかったあの日、打つ手なしで諦めるのではないだろうかと思った俺だったが、チタンダは逆に火がついたようだ。33年前、叔父に何が起きたのか皆さんも一緒に謎を解いてほしいのです。どうかよろしくお願いします。じいちゃんにそんな事情があったなんて。古典部英雄団の謎、それを33年後の後輩の僕たちが紐解くか。いいね、やってみよう。そうね、あの表紙の絵も気になるし、由来があるなら私も知りたい。うまくすれば文集のネタになるかもしれんしな。なんか面白くなってきたぞ。こうして古典部の過去を紐解くことが全古典部員の最優先事項と相なった。33年前チタンダの叔父関谷淳に何があったのか。そして幼かったチタンダは叔父から評価について何を聞いたのか。
俺たちは手がかりになりそうな情報を集めた。宝太郎やかましい。お前こそ羞恥心はないのか。待ってよ。古典武装会がチタンだけで行われることとなった。33年前の古典武部長関谷淳の謎を後輩の我ら古典部員たちが紐解く推理会を開くのだ。ここが推しの住んでいた離れです。チタンダにとって家族同然のような存在だった関谷淳。33年前、一体彼に何があったのだろうか。始めましょう。33年前の関谷淳の謎を解く推理会。そもそも氷菓って何？あ、日本語だと分かりづらいけど氷のお菓子、つまりアイスクリームとかのことさ。なんでスイーツの名前なんかつけたのかしら。この1週間手分けしていろんな種類を渡ってきました。それぞれの調査結果を報告し、そこから推理される仮説を発表していきましょう。では最初の報告を。ちーちゃん、誰からなの？誰でもいいだろう。チタンだ、お前からやれ。はい。じゃあ私から時計回りの順で発表していきましょう。私が提出する資料は原点である氷菓そのものです。物質で発見した文集は全て読破しましたが、関谷淳に言及しているのはこの序文だけでした。創刊号がない今、ここから読み取れることを探ります。関谷先輩が去ってからもう1年になる。この1年で先輩は英雄から伝説になった。お前の叔父が学校を去ったとあるが。私の叔父は神山高校を中退しています。最終学歴は中卒でした。去ってからというのは神山高校を退学してからということだと思われます。退学。関谷淳は英雄だった。それに
争いと犠牲があった。私が注目したのはこのもう1年になるというところです。叔父が退学したのは寒野祭の1年前、つまり寒野祭の時期です。ところで皆さん、去年隣の高校で事件があったのご存知ですか？あ、文化祭嵐だね。売り子が恐喝されて売り上げが消えた。はい、私の仮説はこうです。ポップコーンはいかがですか？今なら国内再生してますよ。どうですか？33年前、その年の寒野祭は不幸にして文化祭嵐の標的になりました。次々と襲われていく生徒たち。そこに現れたのが叔父でした。叔父は文化祭嵐を退治した。そしてそれが原因で学校を退学させられてしまった。英雄の叔父は文化祭嵐から生徒を守り学校から去った。犠牲になったと考えるのはどうでしょうか？悪いな、チタンだ。却下だ。ダメですか？理由を教えてください。お前が最初に今年の寒野祭で文集を作ろうと言い出した時、サトシが何て言ったか覚えてるか？神山高校では伝統的に模擬店とかは禁止されてる。金がなければ文化祭嵐は来ないだろう。ちーちゃんごめん。私の資料でもちーちゃんの仮説は成り立たないの。そうなんですか？茨城さんの資料見たいです。オッケー、次は私の番だしね。じゃあみんなこれ読んでみて。33年前の神山高校の壁新聞。先週停学処分2名を出した英検と写真部の上覧は神山高校の品位を著しく損なうものだ。伝説的な古典部部長関谷淳君の教師らに対する反駁においては大義が存在した。彼は教師らの横暴に不服従を貫いたのだ。彼なき今、我々はその精神を受け継いでいかねばならない。教師らに反駁？そう、関谷淳が争っていたのは文化祭嵐なんかじゃない、学校の先生たちだった。私の仮説はこう。33年前、何かはわからないけれど先生たちの横暴があった。そして正当な理由があって関谷淳はそれに服従せず先生たちと争った。その争いの結果関谷淳は学校を去った。いえ、先生たちに学校を退学させられてしまった。もどかしい。何がよ。いや、抽象的すぎて分かったようで分からない。確かに具体的ではないけれど、でもそれ以上読み取れないじゃない。先生たちの応募って何だったんでしょう。気になります。みんな大事なことを見落としてるな。どういう意味ですか？時代性さ。この頃の学校はおそらくみんなが考えてる学校とは違う。じゃあ福ちゃんの報告聞かせてよ。よし、次僕の番ね。総務委員会の部屋去ってたら出てきた関谷淳について記述があって、67年の団結と祝報ってタイトルの小冊子。我々は反官僚主義的な自主性を維持し続ける。決して反動勢力の弾圧ごときには屈しない。6月塗装を例に引いても
古典部部長関谷淳君の英雄的な指導に支えられた我々の果敢なる実行主義によって色を失った権力者どもの無様な姿は記憶に新しい。なんだそれは。一体何が言いたいんだ。つまり我々は反動勢力の弾圧を受けた。6月に塗装があった。古典部部長関谷淳が指導した。その指導で我々は実行主義をした。そのことで権力者が困った。塗装ってなんだ。これはね、闘争って読むんだ。この時代、つまり1960年代は学生運動の時代なんだ。有名なところで言えば60年安保闘争、全共闘運動、デモや授業のボイコット、バリケードでの選挙。運動の目的は反戦、反差別など時代や学校によって様々だけど、学生運動の大元は自治権の要求から来てる。生徒たちが学校側に対して自分たちで自主的に活動できる権利を求めようとしたんだ。つまり我々は学生、権力者ってのは学校。関谷淳が先生と争っていたんじゃなく、そもそも学校と生徒たちが争っていた。関谷淳はそのリーダーだったということか。そういう時代だったのさ。でもその争いって何のための争いだったんでしょう。で、お前の仮説は？え？おい。いや、僕は優秀なデータベースだからね。データベースは結論を出せない。宝太郎考えてよ。そうよ、次はオレキの番よ。オレキさんの仮説聞かせてください。悪い。俺も仮説がない。オレキ。別にいい加減なわけじゃない。俺も資料をいくつか探した。今日だって他の資料に期待もしていた。だが改めて全てを眺めてみても、やはり語るべき仮説が見当たらない。確かにいい線は行ったけど、肝心の争いの動機が見えない。だからなんで英雄なのかも犠牲なのかもわからない。全部無味乾燥な事実の羅列ばかりだしね。繋がらない。33年も前に一学校の中で起こった事件を解明するだなんて、そもそも無理かも。仕方ないだろう。正直これじゃどうにも。トイレ。は？ちょっとトイレに。大事なのは真実じゃない、チタンダが納得することだ。
俺は考えてみた。いつ、33年前、1967年、どこで、神山高校で、誰が、関谷淳が、学生運動、関谷淳は指導した。学生と学校の間には対立があった。なぜ神山高校の学生たちは学校と争ったのか。争いと犠牲、これらを結ぶものは6月闘争。6月。宝太郎、分かったね。俺の仮説を、いや、まとめを発表しよう。オレキ、それって。ああ、俺の資料だ。神山高校50年の弓。やられた、学校誌盲点だったわ。6月に何があったか書いてあった。校舎の一部で火災？だからあそこだけ時代が止まってたんだ。舞台はあの閣議場。閣議場？あの日お前が見てた校舎、他の校舎と違ってずば抜けて古い。古典部の部室から見えるあの建物。それよりもっと重要なことが、その前の5月に書いてあった。文化祭を検討するかい。争いの原因は文化祭そのものにあった。文化祭？俺のまとめはこうだ。1967年、学生運動が日本各地で行われていた。その年の5月、神山高校は学校行事である文化祭を取りやめようとしていた。おそらく風潮を考慮し、学生たちの活動の場を抑え込もうと教師たちが圧力をかけたんだ。学生による活動の場、文化祭を中止しようとね。文化祭を中止する決定をいたしました。学生たちは猛反発、反対運動が起こる。その中心人物が関谷淳だった。今回の実力行使は断じて許されるものではない。我々の力で撤回させよう。学校の弾圧に屈してはならない。神山高校は学生諸君を決起せよ。今こそ皆立ち上がるのだ。文化祭中止を撤回せよ。学生の自主権を奪還するぞ。関谷淳は文化祭を守ろうと学生たちを指導した。そして学生たちは抗議運動を起こす。6月闘争。騒ぎで起こったボヤが原因で閣議場は燃えた。6月闘争で損壊してしまった。おそらくそれで建て替えられたんだ。他の校舎とは違う時期に。だからあの建物だけ時代がずれてたのか。
今でも閣議場の横には当時の焼け跡が残っていた。それから僕を見ろ。え？文化祭は中止にならなかった？6月闘争によって撤回されたんだ。見事学生たちは学校から文化祭を勝ち取ったのさ。英雄関谷純のおかげでね。神山高校の文化祭は守られた。10月閣議場は建て替えられた。がこの騒動の責任を誰かが取らねばならなかった。犠牲になったのは闘争の中心人物関谷純だった。関谷純は退学処分となった。残された学生たちは去りゆく英雄関谷純をたたえ、その年から神山高校文化祭を神谷祭と呼ぶようになった。神谷祭？関谷祭か。言葉遊びだ。おそらく学校側に隠れて学生たちが英雄の名前を残したの。この時から神山高校文化祭は神谷祭と呼ばれるようになったんだろう。先輩は英雄から伝説になった。文化祭は今年も盛大に行われる。文化祭を神谷祭と呼ぶことで英雄を伝説にしたのね。すごいぞ宝太郎。こんな紙資料だけでここまで読み解くなんて。またオレキが。信じられない。いやでも悪くなかったよ。でしょ？私も頑張ったんだから。さすがです、オレキさん。たまたまだ。正直驚いたよ宝太郎。まあ俺たちが当たり前に毎年迎える文化祭が誰かの犠牲で成り立ってたなんてな。違う、そこじゃない。どうして宝太郎は今回の推理を断らなかったんだい？やらなくてもいいことならやらない、省エネ主義の宝太郎が。今日の宝太郎は違った。引くこともできたはずだ。なのにわざわざトイレにこもってまで答えを見つけようとした。いい加減灰色には飽きたんだ。何よそれ。ああ宝太郎の持論、高校生活といえばバラ色でも宝太郎は灰色ってね。オレキが灰色ね。確かに。うん、私はバラ色かどうかわかんないけど、私漫画描くのが大好き。でも本当はわかってる、自分の描いた漫画全然面白くないってこと。本当に才能ないんだなっていつもうんざりする。でもそれでも私は漫画を描くの。たとえ無駄だったとしても、描いてるだけでバラ色なのかもしれない。オレキは気づいてないだけ。本当は憧れてんじゃないの、バラ色に。あっ、宝
宝太郎が動揺した。俺だって楽しいことは好きだ。バカ話もチタンダに振り回されることも、それはそれでいい暇つぶしだ。だがもし座興や笑い話では済まない何かに取りつかれ、時間も労力も関係なく生きることができたなら、それはもっと楽しいことなのではないだろうか。エネルギー効率を悪化させてでも手に入れる価値のあることなのではないだろうか。チタンダが全力で過去を欲したように、関谷純が全力で文化祭を守ったように。俺は10年後、今のこの毎日を、この高校生活を後悔せずに生きていられるのだろうか。だったらなぜ私は泣いたのでしょう。違う、俺は何か大事なことを忘れている。先輩は英雄から伝説になった。私は思う、10年後誰がその英雄のことを覚えているだろうか。争いも犠牲も全ては時の彼方に流されていく。その方がいい。覚えていてはならない。あれは決して英雄譚ではなかったのだから。英雄じゃない。もしもし。あれ、宝太郎生きてたのか。失礼ね。私がモサドの一人や二人に殺されるとでも思って。確かに。で、文集はできそう？ああ、評価ね。調べたよ、関谷純のこと。関谷純、懐かしい名前ね。へえ、今でも伝わってるんだ。じゃあ古典部じゃまだ寒野祭は禁句？なんだって？あれは悲劇よね。いや、ちょっと待てよ、関谷純の話だぞ。分かってるわよ、優しい英雄でしょ。あんたこそ分かってんの？おい、聞かせてくれ、関谷純に何があった？そんな暇はない。じゃねー。おい、ちょっと。クソ兄貴、俺は大事なことを見落としている。何を英雄じゃなかった。
英雄じゃなかったんだ。英雄じゃなかった。何を意味する？私、まだ知らなければならないことがあるようです。ああ、そうだな。すまなかった。俺の仮説は間違っていた。これからみんなで真実を確かめに行こう。本人に。本人に？いた。糸井川先生。糸井川陽子先生。郡山陽子。そうか。糸井川先生。古典部の？オレキ宝太郎です。先生、話を聞かせてください。先生、これはあなたが書いたものですよね。見つけたのね、古典部の文集。そう、郡山陽子、これは私の旧姓。俺たちは33年前、関谷淳に何が起こったのか知りたくてここに来ました。どうしてそんな昔のこと、あなたたちが？関谷淳が私の叔父だからです。そうなの。懐かしいわ、関谷先輩。お元気なのかしら。失踪して今年で10年目になります。近々形ばかりですが、葬儀を行う予定です。いつかもう一度お会いしたいと思ってたんだけど。評価創刊号は図書館にも書庫にもないわ。ずっと私の机に封印してきたものだから。でもあなたたちだけには真実をお話ししましょう。1967年、あの年、学校側から一方的に文化祭の中止が発表された。あの時は本当に学校中大騒ぎだったわ。学校のダンスに屈してはならない。学生たちは猛反発、反対運動が起こった。今こそみんな立ち上がるのだ。
首謀者ではなくて、むしろその異様なムードを傍観していた。え、関谷純は学生たちを指導したわけじゃなかったんですか？関谷先輩はそういう類の人間じゃない。とても大間で本当に優しい人だった。だからあんなことは。あの抗議運動、あれは平和的運動じゃなかった。それはもう暴動だった。生徒全員が授業放棄、校内で花火やなんかで火を起こして騒ぎ立てた。人事権を奪還する。騒動の中、一人怪我をした女子生徒がいたの。火薬が至近距離で破裂したために鼓膜を痛めて動けなくなって。その女子生徒を助けたのが関谷先輩だった。勇敢にも火の中に入って彼女を助けたの。それはまるで英雄だった。関谷先輩は決して暴動を起こした人物ではなかった。ただその運動の中の一つの象徴のように生徒たちの間で語られた。優しい英雄関谷純と名をつけられて。そしてそれが悲劇の始まりだった。閣議場は建て替えられた。でもこの騒動の責任を誰かが取らねばならなかった。校内で負傷者が出た暴動事件ともあって、警察の介入を恐れた学校側には見せしめが必要だった。3年1組関谷純、3年1組関谷純、至急校長室まで来なさい。犠牲になったのは優しい英雄関谷先輩だった。火事が起きた実際の原因など不明のまま、運動の都合上のリーダー
優しい英雄が罪を負わされた。関谷先輩は退学処分になった。関谷先輩は無実だった。でも生徒たちは誰も関谷先輩の無実を訴えることなく、生贄が殺されてゆくのを剣そのものを表していたんですね。犬は学校、見ているウサギは生徒たち。それ以来古典部では関野祭という呼び名は禁句になった。だって関谷先輩の最後は英雄団なんかじゃなかった。失礼ですが先生、関谷純が救った女子生徒とは先生のことですね。あなた気づいてたのね。伊藤井川先生、伊藤井川先生。あ、そう。だから私は今でも右の耳が聞こえないの。古典部の部長だった関谷先輩は後輩の私が動けなくなっているのを見つけて、私を助けようと火の中に入ったのよ。それなのに何にもできなかった。私も眺めていたウサギの一人。これで全てよ。分かったらもう帰りなさい。いや、待ってくれ。先生はまだ大事なことを話していない。何？俺が聞きたいのはただ一つだけだ。関谷純は自ら望んで全校生徒の犠牲になったのですか？それは私にもわからない。
やって先輩は答えてくれなかった。先輩が残したのはただ一つ、評価。退学直前に作った文集だけ。評価。評価っていうのはね、関谷先輩がつけた名前なの。関谷純が。生活といえばバラ色、バラ色といえば高校生活。そのバラ色の高校生活を打ち切って、存在するのだろうか。アイスクリームだ。俺はやっとわかった。宝太郎、何を言ってるんだ。言葉遊びだ。いや、これはもう暗号だ。音節を切ってみろ。アイスクリーム、私は叫ぶ。関谷純は俺たちに残したんだ。俺たち古典部の後輩に本当の心の声を、評価という文集を作って。いいか、よく聞け。お前の叔父が残した言葉はこれだ。アイスクリーム、
お前の叔父は本当は悲鳴を上げたかった。悲鳴を上げたかったんだ。無実の罪で見殺しにされていく中、思い出しました。私は叔父に評価とは何のことか聞いたんです。叔父は言いました。強くなれ。もしお前が弱かったら、いつか悲鳴も上げられなくなる日が来る。そうなったら、そうなったらお前は、生きたまま死ぬ。俺のように。私は怖くて泣いたんです。生きたまま死ぬことが怖かった。思い出しました。やっと思い出しました。明日、叔父の葬儀に行ってまいります。ありがとうございます。お歴さん、私これで叔父を見送ることができます。そうか。文集の製本よろしくお願いしますね。了解。一つまだ気になっていて、叔父はあの日私を泣かせた日、あの日を最後に消えてしまったんですけど、あの時叔父は言ったんです。俺はこのまま死んだまま生きるのは嫌だ。もしかしたら叔父は ベナレスにいる。インドのベナレス、必ず天国に行ける町。
輪廻から外れられるんだ。そこで今も生きてるよ。オレキと萌殿、姉貴に聞きたいことがあって手紙を送る。まだこの間のホテルにいると信じて。関谷純が去ってからもう33年になろうとしている。今年もまた文化祭がやってくる。姉貴はどこまで知っていたのか、どういうつもりで俺を古典部に入らせたのか。関谷純の悲劇は33年前のバラ色学生たちのアクティブなスタイルの行き過ぎがもたらしたものだった。そういうスタイルが評価というタイトルを生んだのなら、バラ色というのも考えものだ。実際あの事件のことを知って以来、俺は学内での居心地の悪さを感じなくなった。自分のスタイルがいいとは思わないが、灰色であることは案外悪くない。姉貴は俺がこうなることを、いやまさかね。それじゃあまるで精神操作だ。俺は多分灰色のまま、それでいいのかもしれない。これからも。お前、帰ったんじゃなかったのか。はい、でもどうしても気になることを見かけてしまって。は？こっち、こっちです。まだ間に合います。弓道場です。なんだよ。口で言うより見てもらった方が。ダメだ。チタンダがこうなったらもう止められないのだ。わかった、行くよ。行きます。いつものあれだろ。そうです、私気になります。鮮やかな色に染められてく、まるで世界が恋に落ちた。灰色の世界はそれなりに平和。
同じような日々過ごせたら楽なのに、あ、突然の出来事を扉を開けたなら僕の心臓は動き出した。その目に心を溶かされたらもう逃げられはしないや。聚集地。